現在文献さんはスタート地点から31キロのところにある郡山市の熱海町を進んでいます。先ほど今通ってきた添田自動車整備工場の方から梨を一箱を差し入れていただいたんですね。真剣に今文献さん拾っているんですが、その箱を持ちながらこちらに来た時は給食当番のような少年のような笑顔でした。甘いものが大好物なんですよね。さて残り11キロとなりましたが、まずは4年9ヶ月にわたって続けてきたこのゴミ拾いの旅を振り返ります。文献さんのゴミ拾いの旅が始まったのが2020年の元旦。2020年の抱負はたくさんのゴミを拾って福島県をきれいにします。それは苦難の道のりの始まりでもあったのです。ダメだ、やっても終わんない、まだまだだ。随所に現れるポイ捨てゴミの中には、これ全部おしっこですよ。うえ、ちょっと悲しいですね。希望のかけらをつかもう。あったお、たくさんの子どもたちとも一緒に楽しく活動しました。ありがとう。私たちや文献さん、他の人が拾ってもすぐ増えてしまいます。でも拾っているとこんなに気持ちよくなるなんて気づかなかったです。嬉しいな今日。うわー、来たー。ところが行く手には大量のあれが待ち受けるのです。このゴミ子供たちが拾うもんじゃないですよね。僕たちが拾わなきゃ。いや、なんか悔しい。文献さんに協力してくれるたくさんの仲間たち、決して一人じゃない。福島県の明るい未来を信じて地道に活動を続けてきました。発表があります。文献さんが下した決断が、実はこのゴミ拾いの旅を卒業することになりました。ちょっと待ってよ。くこれまで何度も協力してくれた同級生の新太さん、区切りとなる中通りの旅を一緒に終えたのです。この企画がなかったらゴミの現状っていうのは絶対伝わらなかったと思うし、一個一個積み重ねのやっぱ大切さとか、やっぱ諦めない気持ちとか、そういうのすごい学ばしてもらいました。いろんな方に支えられてこの活動できたなというふうに今本当に心から思います。4年9ヶ月希望のかけら拾ったぞ。これまでに歩いた道のりは2600キロを超え、拾ったゴミの量は16トンにも及びました。そして文献さんの最後の挑戦となるこの24時間ゴミ拾い、文献さんはこれまで応援してくれた皆さんへの感謝を気持ちを込めて臨みたいと話していました。それでは昨日のスタートから振り返ります。スタート。いってらっしゃい。いってきます。いってらっしゃい。昨日の夕方、猪苗代湖長浜を元気にスタートした文献さん、国道49号沿いのゴミを拾いながら進んでいきます。するとゴミ拾いをしていた少年が文献さんの元へ。頑張って、猪苗代のゴミ、全部拾って整理してください。拾ってくれたの？おお。それならば希望のかけら。どうですか、子供さんと触れ合うと。いやー、可愛いですね。もっと頑張ろうってなりますね。その後も徹底的にゴミを拾う文献さん、あたりはすっかり暗くなっていき、頭にライトをつけてのゴミ拾いです。これ
夜にもかかわらずたくさんの方が応援に駆けつけてくれました。頑張ってください。ありがとう。その後雨も降り出し、見えにくい状態でのゴミ拾いです。昨日はスタートから18キロ進み、郡山市に入ったところで一旦仕切り直します。本日4袋目。そして今朝は6時過ぎに出発。文献さんの最後の挑戦、ゴールの中テレ本社まで徹底的に綺麗にしていきます。いやー、この VTR の間に2組の車の方がクラクションを鳴らしてくださって、あともう一人の方は手を振って応援をしてくださってくれました。そして雨は上がったんですが、気温が 24.3 度、湿度が 90% ということで、ちょっとねムシッとしてるんですね。ですが横を見てみますと、ちょうど新米の時期ですので黄金色に染まった稲穂もありまして、福島県の美しい景色を見ながら文献さん進んでいます。そして気になるゴミの量なんですが、現在24袋目に突入しています。文献さん、はい、残り10キロ余りですが、最後意気込みお願いします。10キロですか、はい、ガンガン行きましょう。はい、私も一緒に応援していきます。いや元気出ますね。文献さんは一歩一歩確実に中テレ本社に向かっています。現在文献さんはスタートから33キロ地点の郡山市菊田町を進んでいます。先ほどの中継から2キロの間で、なんと鈴木実さんという地元の農家の方からお米を10キロいただきました。はい、皆川ディレクターが背中のリュックに入れていたんですが、ちょっと重いよと言っていました。ありがとうございます。そして雨がポツリポツリ降ったり止んだりしてきていて、天気持ってほしいなと思います。さて今回のこの旅の、今ちょうど文献さんと男の子が言ってくれました。さて今回の旅の前に文献さんに印象に残っている回いつですかと聞いたところ、2022年に郡山市と須賀川市の間のところに車の中で用を足したあれが829本も見つかった時だと話していました。なぜそんなにゴミを拾うのか、文献さんに聞くと、ここは誰かにとって思い出の場所だから大切にこのゴミを拾いながら歩みを進めていきたいと話していました。そしてこの文献さんと一緒に歩みを進めているスニーカーなんですが、実はゴミ拾いを始めてから8足目になります。というのも文献さんがこれまで福島県を歩いてきた距離2661キロというのは北海道から鹿児島までの距離に相当するんです。はい、すごい距離ですよね。これを福島県内だけで歩いてきたんです。文献さんは今日ね、先ほどお米もらった農家の方であったり、今日応援してくださる皆さんの後押しを、背中を押されて残り9キロを歩きます。中テレ本社に一歩一歩向かっています。文献さんは今回ゴジテレを卒業しますけれども、この姿をしっかりと目に焼き付けて、私たちもね、福島をどんどん綺麗にしていきたいですよね。文献さんはこの後まさにこのスタジオにゴールする予定です。現在文献さんはスタートから36キロ地点の郡山市富田町を進んでいます。徐々に暗くなってきたため、ヘッドライトなどつけて安全に気をつけながら進んでいます。そして雨がしと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 降ってきたんですね。あ、文献さんと車道から声がありました。ありがとうございます。いや、このロケの、文献さんも答えてますね。ありがとうございます。先ほども交差点のところでは右からも左からも反対車線からも文献さん頑張れと、皆さんの通りすがりなので短い言葉なんですが、とても思いの伝わる声援が届いています。そしてこの雨なんですが、ロケの日も雨の日がとっても多かったんですね。でも文献さんに先ほど話を聞くと、希望のかけらと叫びながらやると不思議と前向きに楽しくできるんです、今もとっても楽しいですと話してくれていました。文献さん、 ありがとうございます。本当に元気もらえますよね。
そしてあの差し入れなどもね、市街地に入ってたくさんいただいているんですが、文献さん一番印象に残っている差し入れが、長江さんと石井さんと真夏に食べたサンシャインマスカットではなくシャインマスカットですね。文献さんが間違ってサンシャインマスカットと言ってしまったの、石井さんも覚えてますかね。いや、もうみずみずしくて美味しかったですよ、はい、そしてアナウンサー歴代の方も、はい、たくさん活動してきたと思いますが、代表して大和野さん、ラストスパートに向けてメッセージお願いできますか。ありがとうございます。富岡高校サッカー部キャプテンだった時代から文献さんのインタビューをさせていただいて、大好きな文献さん、私卒業する時も見守らせていただいたので、今度文献さんの卒業を見守ることができて本当に嬉しいです。スタジオで待ってます。最後まで頑張ってください。はい、文献さん卒業見守れて嬉しいです。そのことでした。熱い思いまた後ほどお伝えします。希望のかけら。はい、中テレ本社に向かって残り6キロ一歩一歩進んでいます。昨日スタートした文献さん最後のゴジテレ出演となります24時間ゴミ拾い、まもなくゴールを迎えようとしています。呼んでみましょう、今野さん。はい、文献さんはスタートから41キロ以上歩き、ゴールまで残り300メートルを切っています。今は郡山市立中央公民館の横を歩いていまして、中テレ本社の鉄塔も見えてきています。この時間あたりは真っ暗になってしまったんですが、雨が止みました。そして市街地に入り、道端のゴミ、希望のかけらは確実に減っていますが、ヘッドライトの明かりを頼りに少しずつ少しずつこう見つけながらかき集めています。ゴミを凝らして最後まで丁寧に丁寧に拾い集めています。夕方過ぎたあたりからは数十メートル歩くたびに声をかけていただきました。数えきれないほどの差し入れもいただき、皆川ディレクターのリュックに入れてはいっぱいになったら鈴木ドライバーが取りに来てくれました。この24時間のゴミ拾いを通して、文献さんが福島県のことを思い活動してきたからこそ、今回県民の皆さんが文献さんへの恩返しとして、福島のためにありがとう、きれいにしてくれてありがとうという言葉を何度も何度もかけてくれたんだなと実感しました。さあ、中テレ本社の目の前の信号を今渡っています。本当に間もなく着きます。さあ、そして子どもたちがとっても多かったんですね。文献さんはこれまで子どもたちの未来のために活動してきました。そんな文献さんの思いがきっと届いたんだと思います。さあ、中テレのもう一つの信号を今赤になるのを、ありがとう。今ちょうどお子さんですかね、車から声をかけてくれました。本当に最後の最後まで皆さんに背中を押してもらい、この感謝の旅路を終えようとしています。この24時間テレビのゴミ拾いでは、スタートした際は風が強く夜になり真っ暗の中、そして今日は雨が降る中ゴミ拾いをしてきましたが、どんな時も気持ちは前向きで、そして力強い言葉で希望のかけらを拾い集めてきました。そんなたくましい文献さんの背中に、一生懸命な姿に背中を押された、勇気を出せた人もたくさんいたんじゃないでしょうか。このゴミ拾いを通して、ゴミを拾う大切さ以上に諦めない姿勢や続けることの大切さを教えてもらいました。文献さんの前向きさに励まされました。さあ、今中テレの本社の横を通っています。上のカメラ、今拍手が聞こえてきました。中テレ本社前にはたくさんの方が迎えてくれています。そして今中テレの本社へと、敷地内へ入りました。捨てられている心ないゴミは拾い集めれば希望に満ちた福島に近づく希望のかけらになる。2020年の1月1日から始まった文献ゴミ拾いの旅、ここまで拾った希望のかけらはおよそ16トン、45リットルのゴミ袋にしておよそ4500袋です。今日もたくさんの声援をいただきました。この活動期間4年9ヶ月で文献さんを中心に希望の輪が広がりました。一度きれいにした場所がまた汚れていたり、目を覆いたくなるほどのゴミが落ちている場所もありました。ただ自分のふるさと福島県に恩返しをしたいという思いが文献さんの足を動かし、旅で出会った仲間の励ましが文献さんの背中を押してきました。
そして文献さんの明るく前向きな姿が見ている人の心を動かしました。さあ4年9ヶ月間の旅の終わりが近づいてきました。感謝を伝える24時間ゴミ拾いの旅、最後の希望のかけらを拾い集める旅、今文献さん歩き切りました。文献さん、今までの拾ってきた4年9ヶ月の思い出をこう蘇りながら、皆さんの笑顔、それから差し入れをくださった皆さんのお顔を浮かべながら、拾うことができました。本当にありがとうございました。この4年9ヶ月の活動、今振り返ってどう思いますか？いやー、楽しかったですね。はい、もちろん体力的にきついこともありましたが、ただそれを感じないくらい皆さんの応援と温かい福島県民の皆さんの、お声掛けがありましたので、それが心の支えで、ずっとやってこれました。本当にありがとうございます。私たちの街を、そして私たちの心もきれいにしてくれてたなって文献さんの活動を見て改めて思いました。僕が皆さんに心をきれいにさせていただいたなと思っております。ありがとうございます。もう文献さんが卒業しちゃうのが本当なのって信じられないくらい寂しいんですが、文献さん自身はこの後どんな活動をしていくんですか？この後は、今までは福島県民の皆さんの笑顔を作れればいいなと思って、活動してきたのですが、今後はより世界を広げまして、福島県民も含めた日本の皆さんを笑顔にできるような活動をしていきたいと思っております。その中で、文献さんのふるさとでもあるここ福島県、今後どうなっていってほしいと思いますか？福島県はですね、本当にいい県なんですよ。皆さん優しくて、もうこの活動を通じてそれをより一層僕自身感じました。なので、希望のかけら、美しい福島県、ゴミのだけではなく、皆さんの思いやりと、それから優しい気持ちが今よりももっと、強くなっていけるような、そんな県になって、僕もその一員ですけれども、していけたらいいなと思っております。4年9ヶ月の間に文献さんと一緒にゴミ拾いをした人ってたくさんいて、その輪がどんどん広がっているじゃないですか。きっと今日テレビをご覧の方も一緒に拾ったっていう方いると思うんですが、改めてそんな皆さん、そして県民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、この活動を通じて応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。本当に皆さんに支えていただいてこの活動をできました。今後もこの希望のかけら、それからきれいな福島県に向かって、皆さんと一緒に僕も何かできたらと思っております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。文献さん、42キロ歩きました。はい、今野さん、今回拾ったゴミの量はどのくらいになるんでしょうか？はい、今回24時間かけて拾ったゴミの量は26袋でした。文献さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。文献さんの挑戦は一区切りとなりますが、福島をきれいにする挑戦はまだまだ続きます。この後、文献さんの後継者の発表もありますので、ぜひご覧ください。ちょっと体休めてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。この後は文献さんからバトンを受け継ぐゴミ拾いを旅する出演者の登場です。赤いパーカー、かっこいい。文献さんは24時間歩き切りまして、文献さんは卒業ということになりますが、この企画はまだまだ続いていきます。ここで新しい旅人をご紹介しましょう。ではお入りください。失礼します。松村パーカーが印象的ですね。それでは自己紹介をお願いします。モンゴル出身の画家のオチロと言います。よろしくお願いします。改めてご紹介します。新しい旅人はモンゴル出身
身の画家、オチロさんです。それでは文献さんからビルスのバトンタッチをいいですか、さんにお願いします。オチロさん、はい、はじめまして。はじめまして、鈴木文献と申します。よろしくお願いします。見てました。あ、そうですか。よろしくお願いします。お疲れ様です。どうぞ。あ、よいしょ、よいしょ。気持ちとともにバトンタッチですね。似合ってますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。文献さんから何かアドバイス一言ありますか。アドバイスですか。いやあの県民の皆さんが本当に優しくて思いやりのある方ばっかりですので、あのそのままやっていただければ、はい、あの愛されるキャラクターになると思います。はい、頑張ってください。頑張ります。おちろさん、意気込みをお願いします。はい、モンゴルから、福島大好きで福島をきれいにしに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。ゴミ拾いの旅のシーズン2となります。オチロのゴミ拾いの旅は10月21日から放送がスタートします。どうぞご期待ください。オチロさん頑張ってください。そして文献さん、お疲れ様です。